バーミンガムシティフットボールクラブは、イギリス、ウェストミッドランズ州、バーミンガムに本拠地を置く、サッカークラブ。同じバーミンガムを本拠地とする、アストンビラ FC との対決は、バーミンガムダービーとして盛り上がりを見せる。セントアンドルーズスタジアム1875年、スモールヒース・アライアンスとして創設し、1945年に現在の故障となる。 タイトルはリーグカップを2回制したのみでリーグ戦ではまだない。2002年プレーオフの末プレミアリーグへの昇格を果たした。アストンビラ FC との対戦はバーミンガムダービーとして盛り上がりを見せるが2005から06シーズンは18位に終わり4シーズンぶりに降格した。しかし2006から07シーズンは2位に入りプレミアリーグ昇格を決めた。 2007から08シーズンは19位で終え、翌シーズンはチャンピオンシップでプレミアリーグ復帰を目指すこととなった。そして2008から09シーズンはチャンピオンシップで2位となり1シーズンでプレミアリーグ復帰が決まった。2010から11シーズンには48年ぶりとなるフットボールリーグカップ優勝を果たしたが、 カップ戦優勝以降成績が上向かず、2シーズンぶりに降格が決定した。2007年7月17日、香港の実業家、カーソン4が所有する投資会社グランドトップ、インターナショナルホールディングスが、クラブ株式の29.9%を取得した。2009年9月30日、クラブの株式の86%を取得し、実質的に経営権を握った。一時期、 ユニフォームサプライヤーには中華人民共和国のスポーツ用品メーカーエクステップが務めていた。2016年3月には新たにアディダスと2016から17シーズンから2020年まで4年にわたるユニフォームサプライヤーの契約を締結した。1962から63、2010から11、ナッシ2018から19シーズンフォーメーションキャンプ。 一コランコティーン12モリソン28ペデルセン、3ガードナー20キフテンベルト6ホタ23、マゴマ19ユトキエビッツ10アダムス920年11月23日、現在監督インアウト詳細は、カテゴリー、バーミンガムシティ FC の選手を参照 GK、DFMFFW 公式ニュースその他。ありがとうございます。